すぎる太陽です。さあここにはコアがいますけども、まだまだね、あの暑い時期が続いておりますので、ちょっとコアとねいっぱい遊んだんで、2人とも汗をかいております。なので今回はちょっと珍しいんですけども、コアと一緒にお風呂に入って語ろうかなと思いまして、タワーチャンネルなんか、まあ、好評なことに一人喋り動画が結構なんか評判がいいと聞きましたので、お風呂に入りながらちょっと語ろうかなと。コアはずっと湯船には入れないと思うんで、一緒に入ってコア洗って外に出て遊んでる間にちょっと使って語ろうかなと思っておりますので、暴れすぎじゃね。というわけで早速行きたいと。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。はい、ということで、コアと一緒にお風呂に入りたいと思います。はい、体を下お願いします。先に頭洗っていいですか。まずいいいね。ここはパパにシャンプーしてください。シャンプー背中に塗ってる。コアちゃん、これはパパの頭に塗ってほしいやつだな。ありがとう。シャンプーですね。はい、ありがとう。よしよし、いよいよ洗ってくるの。髪きれいきれいになった。まだですか。いい感じに泡が立ってきましたよ。なんて上手なんでしょう。コアちゃんがきれいに頭を洗ってくれてます。よし、パパの一緒にゴシゴシ。最近刈り上げたから、ちょっとなんかシャンプーしやすい。流してもいいですか。はい、じゃあこうやって洗って。はい、まだコア洗ってない。よし、コア取ってきて、シャンプーしましょう。シャンプーしてみましょう。コア何歳から頭洗えるようなんだっけ。5歳。5歳。来年か。でも、もう自分で大体できるよね。じゃあ自分がやってみ。カシャ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 。そうそう。シャカシャカシャ。いよいよ。よっしゃー。じゃあ手を洗いまして、こうやってバックシャンプーをできるようになったんだよね。半年前はね、なかなかできなかったね。こうやって洗うことによって、コアさんの頭はきれいさっぱりになりました。はい、トリートメント。まだ体洗ってないと、パパその間にトリートメントします、ね、それあ、いいよ、いいよ、いいよ。首も、その流れでパパも洗ってくれていい。背中洗います。背中洗います。洗うの早いから。本当、洗ってくれんの。これでシャンプーの流れでこうわ、これでこす、ゴシゴシ。親父の背中を洗う息子。こっち。あ、垂らさない。で絞るの。なんで絞るの。ゴシゴシしてる。あ、いいよ。はい、あ、めっちゃ綺麗になったわ、これで。なんで垂らすんです。はい、しっかり綺麗になりました。よいしょ。お、自分で入れますか。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。パパ、背中流れてない。パパ、こぼうで、こぼうか。触っていいですか。はい、いいですか。あ、そうです。パパ、トリートメント流れてない。よし、体洗ってさっぱりー。やっぱりしたんで、今回はお湯に浸かってこれを入れたいと思います。ウルモア高保湿入浴液、クリーミーフローラルの香り、これを入れてスベスベになろうぜ。めっちゃ振ってください。これシャカシャカ。いいよいいよいいよ。振って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 。開けて、ここにメモリがあるから、バシャッと言ってください。ここに、うん、はい、いいね、いいね。スベスベになりたいんで、もう一回いきます。いいよ。あ、いいですね。はい、 OK。 ではこれをしっかりと混ぜます。混ぜ。あ、いい感じ、いい感じ。はい、乳白色になりました。それでは、はい、はい、迷おう。お、あー、いいですね。スベスベな感じ、最高。どう、今日はこのお風呂、うん、最高だな。
シャワーが多いじゃん。こうやって浸かるのがいいよね。疲れが癒えるわ。わあ、お風呂好き。刺激だ。どうした？なんでや。コアが最近お風呂で好きなことなんですか？泡で遊ぶのかな。そう、泡で遊びながらなんと浴槽を掃除してくれるんだよね。コアの掃除セットがあって壁とか全部洗ってくれるんだよね。なんであんな一生懸命洗ってるんだよ。それたちがゴミがやってるから掃除してる。あ、せいやがね、タオルとか沈めたりたまにするから、コアがきれいにしようって言って掃除してくれてる。いい感じ、めっちゃきれい。コアは今日は保育園で何食べたの？食べてない。お肉しか食べない。お肉食べたら十分だ。野菜は？野菜食べてない。何の野菜だったら食べれる？スープに入ってるのが何？人参？人参とか。すごいじゃん。コアが一番好きな食べ物は何ですか？野菜。本当かよ。野菜の中でどれが一番いい？スープ。スープに入ってる野菜が好きなの。あ、ここはそろそろ出るかい？あ、ちょっとなんか優雅な感じで。あ、整ってますね、この人。この人整ってますね。なかなかね、普段お風呂でこんな動画は回さないですけども、こういうお風呂の時間もやっぱいいね、親子の。ここは今までで一番楽しいお風呂どこだった？わかんないな。あれは？沖縄は壁歩き。壁歩き、家のプールで壁歩きしてる。そうなの。お風呂で一番好きなのは泡。あ、泡のお風呂ね。パパはどんなお風呂？パパはこんなすべすべのお風呂が好き。どんなプールが好き？お家のプールが好き。どんな滑り台が大好き？めっちゃ怖いやつ。ガチ？ガチ。いや、私はジェットコースター、うん、めっちゃ好き。コアは？うわ、ジェットコースター遅いの。遅いの？まだコアが乗れるの少ないからね。最初はグー、じゃんけんグー、パチングでーグー、最初はグー、じゃんけんグー、最初はグー、じゃんけんグー。何？何でやねん、見えへん。温まったね。じゃあコアさんもしっかり温まったんで、今回は一人語りなんで、コアを出して、着替えさせてからもう一回入ります。少々お待ち。再び入浴。あー、いいですね。一人語り動画ということで、ちょっとお風呂にまつわる話でもしようかなと思います。そうですね、まあお風呂の、まあ、ルーティンから言うと、基本的に家に帰ってお風呂に入るときは9割方は、もうコアと一緒です。残りの1割はもうコアが入った後とか遅くに帰ってきた時とかなんですけど、基本的にまあコアと一緒に入りました。でさっきみたいに洗いっこして頭も一緒に洗って、コアもまあ4歳になったから頭も流せますけども、初めの頃はこう抱っこしてポケにお湯ためてシャカ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 って洗ってたりとか練習をしながら、まあやっぱプールが一番やっぱ大きいですかね。そうか、聞こえてる。あ、アイスうまそうだな。パパも出たら食べるわ。元気満々ですけどもね、まあ、4歳ともなるともう一丁前ですよ。夏休みのシュノーケリングもそうですけど、水への恐怖心がなくなるとシャンプーとかも自分でこうシャワー浴びてアクションパパみたいな。前はこれやだやだやだっていう時期があったんですけど、それもまあもう一瞬なんですよね。こうやってまたパパが今洗ってあげてるのももう自分でやるからってなってくるから、まあ、ノアから始まりセイ、ソラやってきましたけども、だいたい 2,3 年生だともう一人で全部やっちゃいますね。だから 2,3 年生で全部やっちゃってて、でまだ一緒には入りますけど、 3,4 年生ぐらいからもう一緒に入らんでもいいようになってくるんですよ。まだセイが小学校の時で、ソラと、2年生4年生とかの時は一緒に入って兄弟で洗ったりとかしてたし、それがだんだんもう思春期になると絶対入ってくるんだってなってくるから、本当にこうお風呂の絆っていうのはね、今日保育園に何があったとか、親子のコミュニケーションのツールとしてすごく大事な時間なんですよね。だそれもやっぱり子供が幼いからこそのこの大事な時間だったりもするんで、また一周回ってね、大人同士で男たち子供3人と一緒にこう温泉行って入ったりして語るのもまたいいんでしょうけど、まあ
ノアと入ることは多分もう一生ないだろうから、本当にね、もう幼い時のこのお風呂大変やなって思うんじゃなくて、今しかない時間やから、どうやってコミュニケーションを深める時間にしようかなみたいな、そういう有意義な人生の大事な時間に使ってほしいですよね。ノア、セイ、ソラ、コアとかもだんだんその思いが強くなってきました。お風呂のルーティンというか、まあ、お風呂の流れからのコミュニケーションの話っていうのは深いものがありますよね。で、最近の風呂事情で言いますと、やっぱりね、風呂に入れって言っても入らないんですよね。あれ何なんかな。コアなんか一緒に入ろうってすぐ一緒に入ってくれるんですけど、ソラは家に帰ってきて、で宿題やってご飯入って、もう家に帰った瞬間からもう風呂入りやって言い続けて、ようやく寝る前のちょっとした食後に風呂入ることが多くて、何なん、もう入ってって言って、いや後ででいい、いやこの動画見終わってからとか、いやこのご飯食べてからでいいとか、もうお風呂入んないとご飯ないからねって言いながら、なんか知らんけどお風呂を後回しにすんの。俺からしたらよ、外から帰ってくる状態が一番自分が汚れてると思う。それを家に広める前にすぐお風呂で洗い流してほしいんだけど、なんで入ってくれへんねんみたいな。学校でいろんな汚れついてんのに、せいやもそうよ。せいやももうお風呂入れ入れって言っても、いや俺のペースでみたいな。なんならせいなんか体操着で帰ってきて、しばらく家で遊んで、途中で私服に着替えて、でご飯食べて、いやその私服に着替えるんやったら風呂入ればいいやみたいな。このやり取りを俺とノンは何千回繰り返したんだろうかっていうぐらい問答してますね。まあ、ノアなんかはね、もうささっと入ってくれるんで、逆に早く入らないとせいやとの時間にかぶっちゃったりするとどっちが先みたいななっちゃうから、まあそういう場合はノアがいるとお姉ちゃん権限でノアが先に入ったりとか、いいよせい入ってって言ったらせいが入るんですけど、兄弟のなんかこう上下関係みたいななんかあるんですよね。まあそういうのを見てると楽しいんですけど、まあでも一回お風呂に入ると年が重ねるにつれてみんな長いんだよね。あえてぬるめの設定にしてひたすら音楽聴いたりとか、ここ Bluetooth でつなげると音楽になるんですよ。だからそれをカラオケの練習なのかわかんないですけど、ずっとここで歌の練習したりとか、あとはもうハマってるドラマとか動画をここで見たりとか、せいなんか長い時30分ぐらい1時間入ってる時あったんじゃないかな。その都度コン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 行くんですけど、風呂の時間みんな入った後やったら全然いいねんけど、そんだけね、年を重ねるにつれてお風呂の居心地の良さを覚えちゃった。大人もそうじゃないですか。健康ランド行ったりとか、サウナ行って整ったりとか、僕もそうです。こうやって湯船があったらやっぱりこうしばらく使って、まあ、半身浴したり全部使ったりとかしながら、俺も一人暮らしの時はお風呂1時間半とか入ってたから、その気持ちはすごい分かるんですけど、家族のね、やっぱ人数が多いからこその自分の思うようにしすぎたら周りに迷惑かかるよみたいなところあるから、もうせめぎ合いなんですよこういうのは。だからまあ人数多いと大変です憩いの場所なんでしょうねお風呂っていうのは。まあ、改めてお風呂なんですけどもね、まあこの乳白色なこの色がまたいいよね。ちょっとでもとろみがある感じがめっちゃ癒されるよ。あとこの香り、クリーミーフローラル。温泉とかに行くとさ、こうやるやん、ロケとかでさ、あれってほんまにスベスベやからやんねんけど、やりたくなるね、やりたくなるような油質っていうのかな、やりたくなるような感じになってますね。そうね、ウルボは高保湿入浴液、クリーミーフローラルの香り、そしてこの一番いい状態で上がりたいと思います。これ以上入るとのぼせるになっちゃうから、温まって発汗してきたかなぐらいで、あとはかけ湯をして上がりたいと思います。あらかち流しすぎないね、潤いを残すぐらいでさっぱりです。よし、洗いますか。いいお湯でした。さあ、お風呂上がりました。さっぱりしましたね。やっぱりコアとね、このお風呂の時間っていうのは本当に楽しかったです。逆に最後の一人語りのコアがいなくてお風呂に使って喋るっていうのも自分の中でも斬新だったんで、楽しかったですね。いい感じに温まりました。風呂上がりのね、仕上がりがね、もうすごいいい感じですね。でね、さっき使ってた、このお風呂で使ってたこちら、アース製薬さんのウルモア高保湿入浴液、クリーミーフローラルの香りですね。この入浴液はこの保湿にね優れてるのが特徴で、お風呂から上がった後も潤いを持続してくれるんですよ。というのも、このウルモアには潤いベール成分っていうのがね配合されていて、肌表面を覆って水分をキープしてくれる仕組みになってるんですよ。
このアースさん独自の潤いベールのメカニズムによって肌の潤いを閉じ込めてくれるから、カサカサとかこのムズムズ乾燥からこの肌を守ってくれるんだって。他にもね、セラミドやシアバターなどの保湿成分も配合されていて、角層深くまで潤いを届けてくれるのもポイントなんですよ。あと最近リニューアルされて韓国コスメでも話題のシカエキスが新配合されたみたいなんで、肌が揺らぎやすい方とか敏感肌の方の肌の保湿にもおすすめなんです。パッケージも新しくなってて、見た目からも包まれる安心感のある優しい印象を受けるようなこの丸みのあるねフォルムデザインになっております。この丸み、自分的にもこれを使うことによって、今年の夏暑かったやん、めっちゃだから結構日焼けは見てる通りしてると思うんですけど、肌が突っ張った感じがずっと続いてて、自分的にも肌のこのダメージ大丈夫かなっていうのがあったんですけど、顔だけじゃなくて全身使うやん。これはもう夏が終わった今の時期にぴったりですよね。コアと一緒にお風呂入ってると、自分はそっちのけでコアをまず着替えさせて頭拭いてとか乾かしてとかあるじゃないですか。そうすると自分のこのケアを怠る時とか忘れたっていうことが結構あるんで、でもウルモアを使ってれば忘れたっていうところかもう終わってるんですよね、ケアが。だからすごいこの楽になりましたね。これからの季節ね、こう乾燥がもう気になる季節になってくるじゃないですか。今のうちから継続的に使っておくと、しっかりとこう潤いを保てる肌にね、こうもう自ら導いてあげるっていうのが大事だよね。そして今日はね、こちらのクリーミーフローラルの香りを使ったんですけど、他にもクリーミーローズの香りとボタニカルナチュラルハーブの香り、全3種類があります。こちらのね、ウルモアの高保湿入浴液、お近くのドラッグストアなどで購入できますので、ぜひ詳細は概要欄の方からチェックしてみてください。あとはみんなでご飯食べてのんびりして、もう寝るだけって、もうお風呂の時間っていうのは本当もう一日に絶対必要な時間じゃないですか。なんならこれ朝から使ってもいいと思うんですよ。朝風呂でもうこれ入れてウルモアで潤ったみたいな、日々の生活が豊かになるし、メンタル的にも違うよね。ぜひ皆さんも使ってみてください。なかなかコアとのお風呂の時間って紹介しないからちょっと照れくさい部分はあったんですけど、いい時間が過ごせたなと思っております。僕とコアはいつもあんな風にお風呂に入って遊んでおります。というわけで、こんな動画もいいんではないでしょうか。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。